にちは、こんばんは、おはようございます。黒い猫です。今オルビア村におります。まあいつも通り貿易をしていきます。そしていつも通り行き先を決めていませんでした最終的にセレンディアに行きたいので、一旦ベリアか。ベリアどうしようかな。ベリア行って一旦ベリアですね。出発。はい、それでは今日は YouTube 大学の話でもしようかな。先日ね、宮迫さんとのなんかイベントじゃないやイベントだな、あれは。すんごいなんか企画がやってましたね。コラボでね、ウィンウィンウィンってやつ、あれ確か夏ぐらいだったと思うんですけど、なんか前に宮迫さんとコラボをした時に、なんかそんな話、なんていうのかな、こんなんやりたいみたいな話が出ていて、わーなんか面白そうって思ってたんだけど、そこからずっと準備が長くって、でこの間放送されたと。土曜日だったかな。でもやっぱりすごかった、すごかったですよ。ぜひ見たことない方は一度見てみるといいと思います。なんかね、ほんとテレビ、なんかスタジオが、セットがすごくて、なんだろう、なんかすごかった語彙力なくてすいませんなんかねとにかく YouTube っぽくないんですよね。テレビで結構お金かけた番組って感じ。それをなんかあっちゃんと宮迫さんで自分たちでお金出してセット作ってやったよみたいなのが、なんかすげーって感じでしたね。なんか YouTube ってね、あんまり、あ、また盗賊が来やがったな。よいしょ、えいえい。そう、あんなにお金かけて作ってる番組が出てきちゃったらね、もう本当に一般の方が自宅でソファーに座って喋ってますみたいな感じのは結構見劣りしちゃうよねまあちょっと別物なのかもしれないですけどね。いやでもあんなお金をかけた番組が出てくるのはすごいですね。いやなんかすごいなと思って見てました。でゲストがあれですよ、ジャニーズの手越くんですよね。すごいよね。なんかなんだろうな、手越くんそんなに知ってるわけでもなかったし、なんとなくこうテイっていうねあのチャラい感じしか分かんなかったから、まあそんな感じの子なのかなって思ってたんですけど、いやいや意外とちゃんとしっかりした青年でしたね。
なんかね、手越くんのイメージが変わりました。あれ、なんか遠くの方に島になんか立ってますね。なんだろう、あれ、あったっけ、あんなの。ちょっと今度行ってみようかな。なんだろう、島に灯台みたいのが見えますね。あんなのあったっけ、なんだろう、ちょっと気になります。そう、ウィンウィンウィンはぜひね、ちょっと見てほしいわ。で、なんか翌日急上昇1位に独占してましたね、あっちゃんチャンネルと宮迫チャンネルで。やっぱりいろんな人がびっくりして見てるでしょうね。なんかとにかくセットがすごくてね、豪華でね、なんかあっちゃんのプレゼント、宮迫さんトークと、ゲストはジャニーズっていうね、そりゃ行くでしょうっていうやつ。豪華な番組やってましたね。私も普通のあっちゃんの授業も好きですけど、あの番組はすごかったなという、まあ、YouTube の感想を述べて、今日はおしまいです。じゃあねー、またねー。